はい、久しぶりにサミラ使っていきたいと思います。録画クイックシー。これやっぱね、録画開始もね、やっぱ一人じゃ寂しいもんよ。やっぱ二人で開始してこその録画開始じゃんね。あの大バカ者はどこに行ったんや、ほんまに。オープン、開始開始開始。ダンメシアンさん、開始。お腹よ。落ち着けアリスタ、俺たちの時間はまだだ。味方が倒されました。だいぶ失敗したな。見破壊すんなよ絶対。お前ら俺の見破壊したらどうなるか分かってるよな。え、ウシシ、ウシシ、そいつ戻れるよ。わい、あーさん、あれ、コロナやってね、懐かしいの、ナミでしょ。あぶ、Bさん、レベル5まで待つんだ。うん、そう、俺たちはレベル5まで、ウェイト。ウシシ、もう食べろ、あなた食べなさい食べなさい。どうだ、いい子だ。平治さん、怒ってる、どうしたん。ミクジさん、牛も見終わられる雰囲気察して憤慨したんだね。そうよ、可愛い牛、私の可愛い牛さん。で、こんな細いとこ通されてるんだ。牛さん、あなたも HP が。プアルスイキスキの射程半分くらいなったな。どうなん、来ないか。マジ、フラッシュで下がるべきだったか。敵を倒しました。勢いがすごかったな、思ったより。いや無理だ、無理。うまかったけどな。エンゲージ。あ、そんな削ってた。
ですね。すー250円か。あ、これいいな、俺いかんで。このウェーブ捨てれねえ。ああ、結局全1個も取れなかった。いいね、いいね、味方。あぶ、いいさん、リズ生き残るのでかいな。ね、リズの強いとこ出たよな。マナーがねえ、すごいとこで戦ってんな。いや、行こう。ああ無理だ。ナイトーナートナッ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 ト。なんか今牛さん光ってなかった。この牛さん光るタイプの牛さんだ。みんなあるあるある見たことある映画、おもろかったよ。なんか最上映やってたんだけど。ジャブとフントさん、ヤッチョさんがインド映画に属されておるか。あ、そうそうそう、めっちゃおもろかった。あのあれやで、アカデミー賞の歌曲賞取ってるからな、インド映画で。スラムドッグミリオネアしか見たことなかったんだけど、それぐらいおもろかったわ。いや、こんなん無理やん。こんなん無理じゃない。なんなんそのさっきから連携プレイ。その平次さんいいよね。この連携プレイ何さっきから。このアリスターとウーコンでタワー下から入ってくるのやめろよ。いろいろ犠牲にしすぎだろ。行こう。入って。勝てる。俺詳しいよ。マーベリック。ああ、ミー食ったね。ミー食ったバカもいるね。誰がいたんこれ。帰ってないのここで。帰ってないか。まあ、下げ俺かー、もう最悪。なんか勝ったわー。大挙。マネさん集まりよすぎ、笑。私は最強。いやマジで集まり。今の生き残るのやばくない？ナイスー。やっぱナートゥーだよな。はい、クソムカズイダイマ。あいて。広瀬ミミさん、今の天才。今の天才だね。クソレベル低いやん。
この安を。いろいろ、いろいろ捨ててきすぎやから、レベル低く。俺らまた、ボンボコンボされる。ボンボコンボされるぞ。ボンボコンボが来る。ルンデスさん、タチキさんハワイリフやってない感じ。わかんない、何やってるんだろうね。ジャグとフントさん、インド映画の踊りの切れ歯思わず見とれますね。なあ、トゥナトゥナトゥ。いけたりしない。あーほー、気持ちいい、気持ちいい。敵のタワーを破壊します。危険の方が逃げ出す。ダブン、なんかそれっぽいな、それっぽくあったね今。おい、そいつに負けたら終わりだ。フィズナイス。これね、後期育ってます。アホみたいに育ってます。勝ったわ。なんでダブルキルなん。突人の間合い今の。帰りやすか。ジュンデスさん、かわいそう。いや、さすがに、さすがに今のは使わないよ。ダブルキル。敵を倒しました。待つよ、さすがに。待つわ。トゥ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 。あ、ちわりますね、お兄さん。サニーラ、3スキルの移動距離も少し短くなってもええような、強すぎる気がする。いや、それはそう。俺も思ってる。3スキルの移動速度、マジで。バグってると思う、普通に。同期より飛べるもん。同期がバグってんのかな。飛べすぎでしょ、これ。別に、サミラって、まあ、そんな、なんかめちゃくちゃ強いわけじゃないからね。おい、さっき、おい、来いよ。タワー下からダイブしてみろよ、おい。おい、タワー下からダイブしろよ、つってんだよ、俺。ナイス。なんかまあ、大して何もしてないけど、勝ったわ。さすがオです。お前1000玉ゲー。いや、ダメージ出るな。なんかベイガーとかさ、なんか他のキャラとかでなんかチマチマチマ、チュン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 ってやって3万ちょっとやのに、こいつちょっと3万出る。雑だな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。